やあどうも、ダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、実況プレイ始めていきたいと思います。じゃあ前回と続きでパルミナに向かっていきたいと思います。ドラクエするのがだいたい 1,2 週間ぶりくらい、あれからまあでもだいたいあのストーリーとか覚えてるから、まあ、全然大丈夫、通用なんだけど、あのさ、パルミドに行く前にさ、ちょっと寄るところっていうのがあるのよ。多分そこに今日行ければなーって感じでちょっと進めていきたいと思います。でさ、防具とか武器とかがさ、あまりにも弱いのね、僕のパーティーだから。次のパルミドでさ、ちょっとそこら辺も集めていきたいのと、裏でさ、宝箱回収しますって言ってるけど、全然回収できてなくてそこら辺もさ、ちょっと回収しておきたいなー的な。裏でね、キメラ強えんだよな。やばない？待って、次燃え盛る会に来たら終わりよく食うで。おー、僕のやつです。いや、強すぎだろ。未だに鱗の盾っていうのは結構ね、ちょっとネックなんだよね。ジェシカにもさ、いいムチ持たせてあげたいし。ヤンガスレベル18、分けとこうか。まあ今忍者でいいんじゃね。特にボス戦とかもないでしょ。で、地図のところに見える黒い点のところが今からちょっと行くパルミドじゃないんだけど、ちょっとそこに寄って行きたいなと思います。で、多分ドラクエやってる人なら全員絶対知ってる人がいるんで、そこに行けばね。ドラクエモンスターズとかやってる人、やばい、回復するの忘れた。強いんじゃない、ここの集団。ほら、メラミとか使ってくるんだけど、まずいって。あー、ゼシカ避けてくれるの熱いな。あ、でもゼシカそんな食らわないんだよ。いや、ホイ見つかってくれるのは熱いけどさいや、自分にやれ自分にホイ見しろよ。え、このパーティー3人ホイ見つかえるって結構熱くね。やばい、ヤンガスだけやめてくれ。あぶねえ。46 いや、強すぎんか。やばい、死ぬくね。あー、危ないよちょっと自分にしろって。死ぬぞ。いや、次んとこ、まあヤンガスは死んでもまあ別に問題。ヤンガスじゃないんだね。ヤンガスで死ぬ。おお、なんだこのギリギリの戦いはよ。お前、ゴロツキって名前なのかよ。いや、呪文使ってくるあたり結構まずいよな。でも多分一回しか使ってこないと思うから、このミニデーモンは。ちょっとマジで防具を揃えたい。ちゃんと。経験値うますぎだろ。HP 満タン。はいはいはい。ここですね。こんなんだったっけ？ほら、いるのよ。この人ね。多分みんな、全然上向けないんだけど。なんで、多分みんな知ってると思う方なんだよね。結構癖の強いおじさんだからさ、デンジャラスじいさんみたいな顔してるね。17ももらうのダメージ強くね。
コングヘッドってさ、めっちゃ久しぶり見たな。8しか出てこないのかな。他のドラクエで全然見たことないんだけど。16か、微妙だな。いや、マジで鉄の斧持たせて正解だわ、ヤンガスに。鉄の釜2個でさ、鉄の斧作れるならさ、もっと先に作っとけばよかったよね。全然すぐ手に入れるやつだったわ。あ、で、これ、行かなきゃいけないのか。お、せっかく話しかけてくれたのに無視してすまなかったな。お主の話も耳を傾けようではないか。私の名前はモリー。今ここで風の話を聞いていた。そう、モリーっていうおじさんなんですよ。いや、ないんかい、鈴木。風がわしにこう言うのだ。まもなくここに素晴らしい才能の持ち主がやってくるだろうと。お主旅人だな。はい。デンジャラス爺さんだよな、マジで。ああ、ごめんなさい。ボーイに頼みたいことがある。まずはこれを受け取ってくれ。メモの、3枚のメモを手に入れた。はいはいはい。わしとの話が終わったら、そのメモを、つぶさに見るといい。そのメモにはそれぞれに、ある魔物の情報が書かれている。そしてこの、そのメモに書かれている魔物を見つけたいなら、見つけたなら、そやつを倒し、わしのところへ導いてほしいのだ。案ずる必要はない。ボーイなら、いともたやすく、実現するはずだ。面見るわかる。ああ、やばい、今日。はい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 。あれ、こんだけだっけ。でさ、ドラクエのリメイク、ドラクエ8のリメイクだと、このモリーって方もね、仲間になるんだけど、今作、リメイク版じゃないから、仲間にはなりません。今回はね。でもいつかやってみたいよね、3DS のさ、ドラクエも。ちょっと中入ってみようか。え、入れないの？そうか、じゃあちょっとメモ見てみる？あんまり覚えてないからわかんないんだよな。スライム。滅びたお城の近くで目撃情報あり。悪いスライムじゃないことも。さまよう鎧。これはさ、いたよね。マイエラ修道院のさ、廃墟の道のところに、こいついたよね。これはこいつです。でも強いから。女盗賊の、これ今から行くとこだから、あ、結局じゃあさ、パルミドが先なんだね。なんか中入れると思ってたわ。ギャダ力を使ってくれ、最初から。いや、強えな。ジェシカさ、ガンガン呪文使ってってほしいんだよな。絶対そっちの方が強いし。OK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 。いいね。パルミドまで行けたら、いいな。今日は1週間分撮りたい。7ページまでで。欲はあれば。さて、じゃあパルミドまで、パルミド入って終わろうかな。まあいろいろね、パルミドでもあるんですよ。パルミドの物語は覚えてる。そっから先がマジで覚えてない。アスカンタもね、本当に覚えてなくて、あったなーくらいな感じで。ちょっとゼシカをガンガン行こうぜにする作戦。え、バッチリ頑張るしかないの。あったじゃん。そう。そしたら、呪文使ってくれるよね。いい！いいダメージ入る。だって、ヤンガスと肩並べれるじゃん。しかも、グループ攻撃でしょ。だいぶ強くね。いい。で、ドラクエ、この8の作品は、ピオリムっていう呪文で素早さを上げれるんだけど、それで、かわす回避率ってのが上がってくから、ボス戦とかでもガンガンピオリム使ってきたよね。いいね。ここ結構経験値うまいけどさ、全然お金もらえないんだね。
さて、じゃあさ、モリーってとこの、あそこモンスターを捕まえて、ランクガンガン上げてっていいアイテムとかもらえる場所なんだけど、闘技場みたいなところで、その、めちゃくちゃいいパーティー組んでやるっていう回も作んないといけないよね。これもね、一つのドラクエのやり込み要素の一つで、楽しみだね。とりあえずあのメモの3体を捕まえてこなきゃいけないんだけど、でも多分もうちょっと後の話になるのかな。結構すぐさチーム組めると思ったんだけど、そうでもないんだね。でかい、レベル18はいいよ。ベホイミは熱いな。ちょっと勇気も上げていきます。なんかキアリクもそろそろ使えそうな感じするしさ。はい、到着です。到着ですか言っちゃったけど、ここがパルミドなのかな、多分。確かそうだったはず。このイベント終わってから一回止めましょうか。本当にヤンガスの言う通りじゃな。ここの連中はわしの姿を見ても何も言ってこないぞ。だって結構ね、治安の悪い街なんですよ。本当に。となれば早速さ、酒場じゃ。わしは先に行っておるからな。お前たちは情報屋とやらを、探し出してから来るがよい。情報待っておるぞと。いい情報待ってるぞと。楽しそうだね。やっとね、お酒にありつけるからね、トラデオ。たくしょうがねえな、兄貴。おっさんのことは放っておいて、情報屋の旦那のところへ行きやしようぜ。ドルマゲスを探すってのも目的。ドルマゲスを探すって目的も忘れちゃいけないでガス。そうですね。ドルマゲスはまず第一優先なんでね。では、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。